午前1時、ひき逃げ事件発生との通報、直ちにパトカーが現場に向かった。現場は大きな交差点、道路の端に大破した高級外車が無残な姿を晒し、衝撃の凄まじさを物語っている。ドライバーは頭を打って出血、すでに病院に搬送、路上にオイルが流出、危険な状態である。消防連絡してください。現状オイル、ガソリン等が出ており、滑りますよって、滑り方の処理、これを依頼方よろしくどうぞ。まもなく消防車が到着、路面に吸収剤を撒き、車が滑らないよう速やかに処理する。これ信号はどうでした、この事故の時にね。その時私は青になったので出ようとしたんですよ、そうしたら向こうからバーッと走ってきて、この人はどっちから来たの。この人は目撃者によれば、信号を無視して交差点に突っ込んできたワンボックスカーが外車に激突、逃走したという。しかし逃走したと思われていたドライバーは徒歩で現場に戻り、すでに事情聴取されていた。彼の運転していた車は交差点からさらに100メートル走った先に止まっていた。フロントガラスは割れ、ボディや前輪もひしゃげている。猛スピードで激突したことがわかる。ドライバーは19歳の少年。考えてるけど怪我だろこれでさ、相手の人どのくらい怪我だか知らんけどさ、これ考えようにちゃう、君だってお前逮捕されちゃう場合だっただぞお前、帰る帰らの話じゃなくても留置所入らないかくなるかもしれないの、ね、要は相手に怪我させてると思うんで、交通違反よりもよっぽどお前もう傷害罪だもんね、これは。警察官が厳しく責任の自覚を促した。